写真家の小澤太一です。小室美穂です。今回は第3回目です。はい、もう早くも3回目ですね。おお、ちょっとずつ上手くなってます。あー、楽しみですね。で、今回はもっともっとちょっと高度なことをやっていこうかなと思ってます。はい、どんなことを。で、今回はシネマティック Vlog にチャレンジ。おー、なんかかっこいい名前です。ですね、横文字です。はい、何がシネマティックなのか分かんないんですけど。はい、はい、で、このドラマチックに動画を表現するために、はい、今回はスローモーション撮影を行ってみたいと思います。おー、初めてのスローモーション。はい、で、今までは1回目、2回目はモロッコちゃんを主体に動画を制作してたんですけれども、今回はモロッコちゃんがどこに出かけて何をしたっていう、はい、そういったところまで伝わるように実景も含めながら撮影していきたいと思います。場所の風景も撮るっていう感じなんですか。そうですね。なので、はい、今回はちょっといろいろとカットが必要になってくるかと思いますので、はい、で、編集の時にまたいろいろと音楽のセレクトだったりとか、はい、スローモーションの編集の仕方だったりとか、そういったところをやっていきたいと思いますので、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあここではスローモーション撮影の設定と撮影の方法をご紹介していきたいと思います。はい、まずはフレームレートを変更していきます。はい、で、まあ、あの機種によって設定の仕方って変わってくるんですけれども、まあ、大体あの 120p とか 60p というふうにフレームレート数が多いものを選んでいただくとスローモーションの動画に編集しやすいです。はい、で、この機種でいうと、はい、何でしたっけね、ごめんなさい、ネーミングが動画、あ、ごめんなさい、動画記録画質、この機種でいうと動画記録画質っていうところを入っていただいて、はい、はい、で、そうしましたらハイフレームレートっていうのがあるので、そこをオンにしていただきます。入りですね、はい、入りにしました。そうすると自動的にもうスローモーション撮影ができる設定になります。はい、で、機種によっては 120p とか 60p とかっていうふうに選ぶことができる機種もありますので、うん、それはご自身のものを確認していただければと思います。はい、で、この 120p なんですけども、はい、どういう意味かというと、はい、30p のタイムラインに並べた時に、うん、1秒間30個まで 再生するんですね。はい、で、120の中に30は何個入ってますかね。4倍です。なので、4倍のスローで、じゃあ4倍のスローでいいのかな、4倍のスローで再生することができるんですね。なので 120p で撮影すると 30p のタイムラインに乗せてあげると、はい、30、30、30、30で4倍のスローモーション撮影ができるわけなんです。なるほど。はい、なので例えばじゃあ質問です。はい、60p で撮影すると何倍のスローになりますか。2倍。そうです、2倍のスローになります。っていうふうにどれぐらいの速度で撮影したいかによってフレームレートを選んでみてください。はい、はい、すごい分かりました。はい、で、次にですね、重要になってくるのがシャッター速度です。はい、で、一番最初の動画でご紹介したと思うんですけれども、はい、フレームレートの倍設定していただくんですね。そうですね、はい、なので 120p で今回は撮影していただくので、うん、約倍のシャッター速度というと250分の1。正解です。おー、なので250分の1に設定していただきます。はい、設定はね、とりあえずそれで OK です。はい、設定 OK です。では今から実践してみたいと思います。はい、私が今からこの階段を上りますね。はい、で、この階段を上るっていう動作をスローモーションで表現したいと思います。うん、はい、はい、で、スローモーションで表現するときに意外と早く動かさないと絵が止まって見えてしまうんですね。はい、ゆっくりとカメラを動かしてしまうと1秒間の出来事が4秒になってしまうので間延びしてしまうんです。なるほど。なのでシュンとカメラを振っていただくと1秒の出来事が4秒になります。なので私これ駆け足で上がりますんで、はい、それをスローモーションで撮影してみてください。はい、で、カメラを動かすときにこういうふうに動かしてしまうと、はい、カメラがブレてしまったりとかするので、はい、私ちょっと今日スカートなんですけど大股開いてもらって、はい、いいですね。ありがとうございます。うまい。で、大股開いてもらって、うん、重心をこちら側から移動させるように動かします。そうすると、はい、うまい、うまい、カメラをスムーズに動かすことができます。はい、これをね、歩きながらやっちゃうと、うん、カメラがその分ブレてしまうので、はい、重心、大股開いて重心をスッと動かすように取っていきます。なるほど、うまいですね。イエーイ、期待できます。じゃあ早速やってみますね。はい、じゃあ私が、はい、この階段を上がりますね。はい、で、それをこちら側から
撮影してください。ちょっとね、はい、坂になってて大変なんですが、待てよ、まず重心、はい、いいですね、足元、はい、で、足元を撮っていただきます。はい、ここでじゃあ置きピンしときましょうかね。オートフォーカスでピント合わせをしていただいて、はい、で、ここでマニュアルフォーカスに置きピン OK です。はい、じゃあ上がりますよ。ちょっと待ってね、一緒に上がる、こうでしょ、あ、上手、こうでしょ、はい、いきます、3、一緒に上がる3、2、1、手応えどうですか、どうだどうですか。じゃあちょっと再生してみます。はい、でここで再生画面入りますね。撮れてるかな、ちょっと待ってください、これ先にモロッコが行って、置きピンの位置がこっちなんで、うん、これどっかから使うってことですもんね。そうですここは多分もう使わないです。あ、でここから、あ、早いのかそれやりましょう、それやりましょうはい、今撮れてましたけどどうですか、はい、最後だけちょっとカメラが早すぎましたね。見切れてました ね, ねなので被写体の動きを予測しながらカメラを動かすっていうのも一つポイントになってきます。これを、はい、難しい、1回目初めての動画だった、スローモーションだったからちょっと難しいけど次はいける気がする。はい、じゃあこういう感じでやっていきたいと思います。で、モデルは私ではなくってモロッコちゃんにモデルになってもらいますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今からちょっと視点を変えながら撮ってもらいます。で、モロッコちゃんがここをね駆け足で上がっていくんですけど、それを下から煽りながら撮るとどうなるのかご覧ください。よーい、スタート。はい、早速撮影が終わりましたけれども、はい、いかがでしたか今日は。今日は天気もいいし場所も良かったし3回目だし慣れてきたのですごい楽しかったです、うん、結構いい方撮れましたね。そうですね、楽しみ、ね、うちのモロッコも元気だったんで。そうですねテンションずっと高かったですね今日めっちゃ楽しい撮影でした。はい、では今回はシネマティック Vlog ということで、はい、実は映像の次にこの大事なのが実は音楽だったりします。はい、で今日は音楽選びからやってみたいと思います。はい、で音楽選びって結構難しいんですね、うん、著作権があったりとかして、はい、聞いたことがあるような音楽だったりとか、あとは有名な音楽とか、うん、そういったものは使用できないことが多いので、はい、著作権フリーの音源を使用する必要があります、はい、でそういった時に今回はこのエピデミックサウンドっていうホームページからダウンロードしていきたいと思います、はい、これがねトップ画になります。はい、で見ていただくとアコースティックとかカントリーとかジャズとかっていう風に、うん、ジャンルから選ぶこともできますし、あとは感情から選ぶこともできます。ハッピーとかサッドとか、うん、ミステリアスとかそういった風に選ぶこともできます。いろんなバリエーションがあって、うん、なんか選びようがいっぱいありますね。そうですね、じゃあ今回は分かりやすくするために音楽のジャンルから選んでみましょう。はい、何か気になるのありますか。本当はロックとか行きたいんですけど、ロック行っちゃうと、まあ、娘の雰囲気全然違っちゃうんでどれかな、クラシカルかアコースティックかぐらいな。どっちでもいいですよ。じゃあアコースティックかな。はい、じゃそのままタッチしちゃってください、はい、でそうすると下にまたハッピーだったり、うん、ホープフルだったりとか、うんうん、いろいろなカテゴリーが出てきます、はい、でその中からじゃあ一つ選んでみてください、うん、まあハッピーぐらい無難にいっとく、まあ、今日のイメージにはハッピー合うと思いますね。天気も良かったですね。そうですね、ハッピーな感じが、はい、そうするとハッピーっていうカテゴリーでセレクトすることができました、はい、まだですね音源結構あるのでもう一個ぐらい絞ってみましょうか、はい、ここちょっと押してみようかな。ホープフル、あ、いいんじゃないですか。これで今2つを選んでるってことですよね。そうですね、どちらも、はい、じゃあ一番上から聞いてみましょう。はい、お、結構いい音楽ですね。雰囲気ありますね。そうですね、まあまあ、うん、なんか気になるのあればタッチしてみてください。いいんですか。どうぞどうぞ。うん、おおおしゃれ。ちょっとうちの娘には合わない。あ、本当ですか
がこんなおしゃれじゃないですうちの娘っていう風に音楽がね様々入ってるんですね、はい、で今回はこのダイヤルっていうのを、うん、サーフェイスダイヤルを使用していきたいと思います、はい、まず使い方なんですけれどもちょっとね長押ししてみてください。はい、こういうことですです。でそうすると、はい、画面の真ん中に円形のアイコンが出てくるんですけれども、はい、これちょっとね回してみてください。で拡大だったりスクロールだったりとか、はいはいはい、今まで手動でやらなきゃいけなかったような項目を直感的にダイヤルで操作することができます、うん、じゃあ今回は音楽なのでボリュームを選択してみてください。これ でこの状態で手離せばいいのかな、もう手離していただいてもう一回タップしてみてください、はい、そうすると選択ができます。ちょっとねぐるぐる回してみてください。どうぞこれこういう感じで、あですです、あそうです、大きくなったり小さくなったり大きくなったり小さくなったりしてますね。なんかちょっと DJ みたいになってますけどこうしたくなりますねこれあ、ね、うまいうまい初めて使う人こうやっちゃいそうですね、楽しいですもん ね、あるあるじゃないですか。そうですね、なので音楽をこれで大きくしたり小さくしたりっていうこともできるようになっています、うん、はい、すごいでもスムーズに動きます。気持ちいいんですよね、マウスの、うん。という感じで音楽選びをやっていきたいと思います。はい、はい、早速編集を行っていきたいと思います、はい。音楽結構いい感じの選べましたね。そうですね、今日の雰囲気とマッチするやつできました。楽しみですね。はい、では早速編集を行っていくんですけども、うん、今回使用するソフトはプレミアプロになります。はい、今までと違うんですね。そうですね、前回まではプレミアラッシュを使用していたんですけれども、うん、プレミアラッシュはとても簡単な操作で直感的に操作できるので、初めてこれから動画を作るっていう方でもサクサクっとね、やっていただけたんじゃないかなと思います。そうですね。うん。ちょっとね見え方変わりますよね。ちょっとプロっぽいっすよ。ですね、はい、まさにこのソフトはプロでも使っているソフトになりますので、うん、細かな設定まで行うことができます、はい、あとはね直感的にこれも操作ができるのでそういった面を見ていきたいと思います、はい、でちなみに今回は 4K の、120p、うん、しかもオールイントラで記録してますので結構重い状態の動画なんですが、はい、どれぐらいサクサクと動くかっていうのもちょっと楽しみです、はい。で今回はですね、うん、このノート PC モードっていうのを使用してやっていきます。今までは液晶を表面にしてですねポータブルスタジオモードにしてやっていたんですけれども、そうですね、ペン使ってねいろいろやってましたよね、はい、でも今回はキーボードを使用して編集する項目が多いので、うん、この状態で行っていきます、はい、でその時に便利なのが先ほど音量を変えたこちらの、はい、これですね、これこれ、このダイヤルですこれを使って編集を行っていきたいと思います、はい、じゃあまずはですね音楽入れていきます、はい、で音楽入れますね、ここのオーディオのところに入れていただきます。うーん、でこれでね音楽がやっぱりいい音楽です ね雰囲気あっていいですね、これ合いそうです。こんな感じで音楽入れることができたんですけども、うん、音楽見てみるとなんかちょっと波形みたいなの見えますかね。ね、なんかちょっと拡大してみますね。心電図みたいになってます。あ、そうですね。これは一体何を表記しているかというと、一回見ながら音楽聴いてみましょう、はい、はい、こんな風にベース音だったりとか、はい、ドラム音だったりとかこう音が突出する部分ですね、うん、パンパンってなるような部分を、はい、分かりやすくこう音の波形をですね表示してくれてるんです、うん、なのでその音が突出する部分がこう上がって見えているわけなんですね。なので例えばですがこの辺りはドラム音がねパンってなってるの分かりますかね。ちょっと意識して聞いてみてください。はい、というふうにこういった音がはっきりとしているところで編集をしてあげると、はい、動画を切り替えてあげるとスムーズに動画を使用する、あ、動画を作ることができるので、こういった部分を意識しながら動画を作ってみてください。へー、こんなことをやったことがないですけど大丈夫ですか。多分大丈夫だと思います。多分というかバッチリ大丈夫です。はい、はい、では早速動画を編集していくんですけれども、はい、まずワンカット目ですね。
このシーンすごい好きなんですよね、はい、ちょっと再生してみましょうか。どんなワンシーンなのか。あ、これちょっと途中からになってましたね。はい、はい、影があるところからですね。そうですね、一番最初のカットですね。初めてのそうですね、初めての初めてのスローモーションそうですね。おこうなるんですね。いい感じですね。で見ていただくと前後に使わない部分があると思うんです。これをカットしていきたいと思います、うん、はい。あ、最後ポーズしてくれてる、ね、かわいいで編集を行っていくときに、はい、もう一回やりますね。でこの時にスペースキーを押してみてください。ここですか。はい、はい、一回押すと停止、もう一回押してみてください。お、確かに画面変わ止まった。そうすると再生っていう風に行うことができます、はい、なのでこれ使っていただくと結構細かくね見ることができます。あ、これでまあ止まる動く止まる動くができるってことなんですね。そうですね。あとはこの動きをもうちょっと細かく調整したい場合はダイヤルを使用すると便利です。はい、ダイヤルをちょっと長押ししてみてください。さっきと同じような感じですね。そうですね、はい、先ほどはボリュームを調整したので、はい、ボリュームのところにねカーソルがあるんですがそれをちょっとくるくるっと回していただいて、はい、PR そうですね、そこのプレミアプロのところにしてみてください。はい、これでいいのかな。うん、はい、大丈夫です。でそうするとちょっとくるくる回してみてください。おお、おお。これ先ほどはね音の調整だったんですが、はい、今回は動画をの再生するポイントですね、はい、細かくそれで変更することができるので結構便利です。おお、こんな動きもできるんですねこの機械は。そうですね。なので、まあ、素早く再生したかったりゆっくり再生したかったりとかそれに合わせて、うん、ぜひこのダイヤルを回してみてください。ね、スローモーションだと時間が遅いからこれだとこうスムーズにスッといきますね。そうですね。じゃあまずはですね使う場所から見ていきましょうか、はい、どのあたりから使いましょうか。まだ現れないですね影だけ。さすがスローモーションだと遅いですね。この足が出る前じゃないですか。この前ですね。ちょっと微調整して戻してもらっていいですか。ちょいやりやすいですねやっぱり。ほほほで足が入ってきたぐらい。どこだどこだどこだ。もうちょっとかな。これぐらい。もうちょい。もうちょい。あ、そのあたりぐらいから使いますかね。足が入ってきたぐらいから行ってみましょうか。あ、お。足が見えてるところからでいいかな。うん。ここ。じゃあそのあたりで。はい。はい。で、そしたら使うカットのところ、はい、イン。ですね。なので I をタッチしてみてください。キーボードの I。 そうですね、はいはい、そうすると使う箇所がグレーになりました。お、ここですね。じゃあここから再生してみますね、はい、どこまで使いましょうかね。この範囲。うん、なるほど。一番上の階段ここまで行くと行き過ぎですよね。ちょっとダイヤルで戻してもらっていいですか。ちょっと待って。キュッ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 。あ、いいんじゃないですか。これぐらい。そうですね、はいはいはい、でそしたら先ほどはインだったので今度はアウトの O を押してみてください。お、ここだな、はい、はい、そうすると使うカットだけこんな風にトリミングすることができました。ここの部分ってことなんですね。そうですね。でこれを音楽のところに持ってってみますね、うん、でこれで聞いてみましょうか。うん、これでもうできちゃったんですね。そうですね。おすごい。いきなりちょっといきなりプロじゃないですか。いきなりいい感じですね。という感じで全カットやっていきましょう。もうこれで完成と思ってるんですけど早いですよ。まだまだいっぱいカットありますから、はい、でもかっこいいですねこれ。なんか音楽ピタッとハマった感じがして。そうですね、すごい素敵。あとは 4K でもこれだけサクサク動いてくれるので編集するときも楽ですね、うん、ね、全然これであって簡単だし便利です。そうですね。じゃあ早速やってみましょう、はい、今回はルミトリカラーっていう機能を使って色味の変更を行っていきたいと思います、はい、で今回はね主役がモロッコちゃんなのでモロッコちゃんのお顔が一番大きく映っているカットを
あ、これですかね、シャボン玉、はいはい、このシーンを表示しながら色味の変更を行っていきたいと思います、うん、はい、で見ていただくと見慣れた、お、写真にもよくあるやつだ。そうですね、色調整の部分、ホワイトバランスだったりとか、うん、あとはコントラスト、ハイライト、シャドウ、こんな風に細かく明るさを変えることもできます。はい、はい、どれもなんか馴染みがあるような単語なんで分かりやすいですね。そうですね、でこの下を触っていただくと、はい、ちょっと見慣れない文字もあったりとかするんですけれども、はい、まずはルックっていうのを選んでみたいと思います、はい、ルックはこんな風にわーわーわーとたくさんあるんですけれども、ちょっとね1個何個か選んでみますね。例えばこれとかは結構ワイルドな感じになってた。これすごいな、楽しい感じだったりとか、これもちょっとフィルター効果にちょっと似てますか ね。前回はそんなに数がなかったけど、うん、今回はものすごくたくさんあるんですね。そうですね、なのでいろいろと試しながら自分の好きな色合いだったりとか被写体に合った色味っていうのを選んでいただければと思います。でもこの辺やっぱ気になりませんか、コダックとか。そうですね、なんか知ったフィルムの名前がついてるんで、なんかこの辺から選べると、あ、ちょっと鮮やかな楽しい感じ。あとはですね、ちょっと鮮やかくなりすぎちゃったなとか、フィルターがかかりすぎちゃってるなと思ったら、うん、この強さっていうのを変更していただくと、うんうん、0が元の状態で、100% が 100% かかってる状態、うん、でこれを超えてしまうとやっぱり過度になってしまうので。あ、なるほど、それはちょっとなんかダメなのがすぐ分かりますね。そうですね、ほんのり具合が、うんうん、50% とか 70% とかそれぐらいでかけていただくのがいいのかなと思います、うんうん、ちょっと70ぐらいに設定してみましょう。しょうかね、じゃあこの感じ、この辺で、うんうん、でちょっと雰囲気が出ていいですね。あ、これもかわいい、ちょっとノスタルジー。そうですね、こうやってでも選ぶことがこうできると違いがすぐ分かっていいですね。そうですね、分かりやすい。あ、これはこれすごい、これすごい、ちょっと個性的これすごいな。モノクロームなんですね、この辺は。これまた違う時に使いたいです ね。モノクロ動画面白そう。なんかスナップとかの動画でもいいかもしれない。海外の雰囲気とか、うん、色あせた感じで合いそうですね。あ、でもこれちょっとフィルムライクで可愛いですね。ね、あとはフィルムライクに表現したい時はこのフェードっていうのを触ると面白いんですよ。うん、あ、なんかこのプリントの感じがですね、味が出てきますよね。こんなこともできます。どうですか、色味的にどのあたりがいいとかありますか。ね、ちょっと触っていいですか。どうぞどうぞ。じゃーん、じゃん。あ、でもこれ割と簡単、簡単ではありますね。そうですね、あの実際の動画を見ながら変更することができるので。おお、ブリーチですね、その辺は。これすごいな。あ、かわいい、それなんか面白そうな感じではありますね。雰囲気に合いますね。今回赤の洋服なので赤がすごく映える効果ですね。こう一つルックを決めた後強弱決めると分かりやすくていいですね。そうですね、これぐらいにしてみようかな。一回ちょっと50ぐらい、49.6、うん、やっぱりその辺は、あの、うん、日頃老現像だったりとか写真のレタッチでも、うん、同じようにやっぱ色味が変わるとガラリと変わりますよね、うん、そうですね、うん、これで一旦やってみようかな。あとはですね、写真とちょっと違ったことが触れるんですけれども、はい、うん、下の方に2つの丸い丸があると思うんですけれども、はい、シャドウ側とハイライト側の色相を変更することができます、はい、この丸の中をちょっとねいじってみてください。押していいんですか。はい、押しながら少しこう移動させるようにしてみてください。そちらはシャドウ側を変更することができます。なんかちょっと雰囲気変わりますね。変わりますね。どれが、まあ、これも、うん、今回人物が入っているので過度にやりすぎない方が人肌もね綺麗に残せるんじゃないかなと思うので、その辺がしっかりと生きた感じにするのがいいかなと思います。これハイライトもちょっといじってみていいんですか。あ、もちろん、ぜひ。おー、うん、おー、なんか、あ、変わりますね。でこの円の外に行けば行くほど色味が濃くなります、うん、で円の内側であればあるほど、あの微妙にこう色が乗ってくれるので、
あまり外側に来すぎると過度な調整になってしまうかなと思いますので。そうですね、これはなんかほんのりぐらいな方が、うん、あでもなんかフィルムライクでおしゃれ、まあ、こういった細かな作業も今サーフェイスペンで行ってもらってるんですけれども、細かくね設定できますね。そうですね、うん、操作しやすいですね。あいいんじゃないですか。どういいと思います。どうこれ、うん、素敵。じゃあそしたら、うん、あのこんな風に自分の好きな効果が決まったらですね、うん、他の動画にも適用していきたいと思います。まだね、はい、一つの動画しか変わってない状態なんですね、うん、そしたら編集っていうところを選んでいただいて、はい、そうするとコピーがあります。それ選んでみてください。コピー、はい、はい、じゃあ例えば隣の動画に適用したい場合は隣の動画を選んでいただいて、もう一回編集を押してみてください。これでいいんですかね。はい、大丈夫だと思います。はい、編集。そしたら属性をペーストっていうのがあります。属性をペースト。はい。で次にですね、このルミトリカラーっていうのにチェックが入っているのを確認して、はい、OK を選択します。OK。そうすると隣の動画にも適用された状態になります。あ、合ってますね。なんかいい感じ。いい感じですね。っていうふうに、うん、まあ、一つの動画を選んでいただいて方向性を決めてあげて、はい、他の動画にも反映させてあげてください。これは前回と同じように同じものをやっぱり流用しながらやっていくといいわけですね。そうですね、やっぱりつながりも良くなっていくと思います。はい、はい、じゃあ完成まで間近です、はい、お頑張ります。いかがだったでしょうか。どうですか。シャキーンこれが効いてますね最後のすごい ね, ね、なんかあの演出してないのに、はい、あの今回3回通してこのモロッコちゃんを撮影したんですけど、はい、なんかモデルのモロッコちゃんも演技がどんどんできるようになってって、最後のシャキーンは神がかってましたね。ねえ、よくあんなことしたなと思って親ながらこう今日帰って美味しいものを食べさせてやりたいなと思いますね。お菓子いっぱい買ってあげてください、はい、まあ、ということで今回3回いろいろとやってみましたけれども、はい、まあ、動画今回初めてということでいかがでしたか、はい、まずもう本当小室さんにすごくお世話になったんですけど、でもあの親切に教えていただいて、とても分かりやすく教えていただいたので、はい、初めてでもこんなにいい動画ができて、もう僕的には大満足でございます。結構この動画を始める前って、はい、なんか難しいんじゃないかなとか、はい、なんかやってみてもうまくいかないんじゃないかなとか、はい、心配ってありました。いやいや、あの心配しかなかったですよ心配しかないし、3回やってどれぐらいのもんができるんだろうと思って想像してたのより10倍ぐらいいいものができてるから。あ、それは嬉しいですね。これはなんかね、ハマるね。ハマりますよね。ハマる、うん、なんか音楽の良さもさ、やっぱこう今日教えていただいて、うん、あこんなすごいんだなって、これやっぱ写真になかったことなので。そうですね、こういう観点でこういろんなものを撮ったりとかすると、なんか写真を撮ってると動画も変わってくるし、動画を撮ってるとまた写真も変わってくるみたいな、このなんていうの、相乗効果みたいな。そうそう、相乗効果、相乗効果、ね、でそれにさらにさ音楽があるっていう感じだからさ、もうなんか三つどもえですごいよね。そうですね、これなんかクリエイティブ性っていうかすごくあって楽しいなっていうふうに今回のことを通じて、学ばせていただきました。ありがとうございます。あとはですね、今回はこの Surface Book 3を使用して編集を行ってみましたけれども、はい、どうですか。今回初めてですよね、触ったの。初めてです。もうこちらのパソコンも全然楽ちんだったし、うん、これとかこれとかっていうのも僕にとっては初めてだったんですけど。そうですね、この辺も
で、いろいろ教えていただいたらすごく便利だし、操作が早くなるっていうのはすごくいい部分だと思います、うん、はい。まあ、細かな作業をするときはこのサーフェスペンがすごく便利ですし、うん、はい、ダイヤルを使用するとこう直感的に操作ができる、細かく操作ができるっていうのかなり便利でしたよね。そうですね、はい、こうやってみるとよくわかりました。うん、あと私が使ってて便利だなって思うのが三辺絵。おお、確かにこれすげえ、なんか見たことないもんね。そうですね、外れるのがすごいですよね、はい、もう一回これ外してみようかな。お、ぜひ。はい、こうやって長押しして、はい、はい、シュッと外れます。なのでこのまんまタブレットとして使用することもできますし、ね、ガチャンと裏側につけていただければですね、ポータブルスタジオモードに変化します。うん、はい、すごい変幻自在。なのでこのモードにしていただければ、うん、ペンとの相性もいいですし、あとタッチで全ての操作ができるので、そうですね、それも便利ですよね。で、こういう感覚も今まで味わったことがなかったんで、うん、やってみると便利だなと思いました。はい、で今回はこのタブレットモードで動画を最後にモロッコちゃんと見ていただいたわけなんですけれども、はい、どうでしたか？いやー、これ映ったのがすごい綺麗なんで、うん、なんか鮮やかで自分が撮ったものがよりいい感じに見える。そうですね、うん、この今回はソファに寝転びながら2人で見ていただいたんですけども、はい、なかなか重いパソコンを持ってこうやって見るのって難しいと思うんですけども、うん、切り外していただければ、そうですね、大きなタブレットとしても片手でも全然いけるし、その辺もなんか子供と一緒に見ながらっていう使い方、まあ、本来の使い方かどうか分かんないんですけど、うん、僕にとっては、ね、すごくいい使い方、ね、便利な感じがしました。はい、というふうに、まあ、この自由変化な Surface Book 3を使って編集を行ってきたわけなんですけれども、まあ、ぜひまだ動画をやったことがないっていう方、ぜひ試してみてほしいですね。もうこれね、簡単なんで、あ、すごい前のめりやった方がいいですよ。そうですよ、やった方がいいです。めっちゃ面白いですよ。はい、はい、ということで、まあ、3回今回は一緒にやらせていただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。本当にありがとうございます、小室さん。はい。